こんにちは、田中みやびです。私ですね、フリーランスで構成作家、リサーチャー、ライター、翻訳家などをやらせていただいているんですけれども、このチャンネルでは、私が目にしているニュースであるとか、私が普段生活していて思ったことを年々共有していくっていう趣旨でやらせていただいているんですけれども、本日取り上げたいトピックは、まあ、さすがに最近税金が上がりすぎているんじゃないか。 ととといいいうことについててて、えー、ちょっっおお話しさせていただければなと思っております、えー、最初に申し上げておくんですけれども、えー、私ですね、あのー、一般的な会社員ではなくてあの冒頭で申し上げたようにフリーランスなんであの皆さんと税制の仕組みであるとか保険料であるとかの仕組みがちょっと異なっておりますので,で僕自身はあの確定申告とかもやってて。 あのちょっと会社員さんとはちょっと違った税金対策とかもやってるのであのちょっとあの皆さんとはちょっと見,解がこと見解が異なるというか正確に言うと知識が足りてない部分あるとは思うんですけれどもちょっとその上で語らせていただきたいなと思っているんですが。 あの、最近ですね、あの、103万円の壁っていうことで、あの、いろいろと議論になってるじゃないですか。その国民民主党さんがそれをちょっと撤廃したいっていうことで、あの、与党に話、与党というか、あの自民党に話しかけてるんですけれども、まあ、僕自身も103万円の壁っていうのは、 あの僕が大学生になった頃は、まあ、僕もアルバイトとかちょこっとしてたんで別にその103万円の壁に抵触するような事態、えー、にはなったことはないんですけど僕はあの怠けてたんであんまり働くの好きじゃなかったんであのそもそもアルバイト自体はそんなしてこなかったんですけれどもただその103万円の壁っていうのはその,その頃からちょこちょこ効いててあの働きすぎると、えー、所得税 103万円の壁を超える、超えると、あの所得税がかかってきてしまうので、実質的に手取りが減ってしまうというような形になるんですよ。えー、なんで、その、ことはその、えー、昔からいろいろ言われてましたね。で、その壁を撤廃しようとすると。壁撤廃しようというか、上限を引き上げるというか、178万円にしようというような形になってるんですけれども、まあ、それは物の値段も上がってるし、えー、昨今の賃上げっていうものの、えー、状況、 ということを加味すればそれはまあやってしかるべきであるしあの、まああのー、手取りとかが収入とか時給が上がってるんであればあのそれはえやって当然なのかなっていう思う反面あの今度その、まあ、厚生労働省の方が、えー、昨日ニュースになったんですけれどもその壁を、えー、1 0万円の壁百六万円の壁130万円の壁っていろいろあると思うんですけれども まあ、106万円の壁を超えると社会保険料が発生すると。えー、でこの130万円の壁を,壁を超えるとあの、まあ、さらに社会保険料も、えーまあ、なあの社会保険料とかも扶養を外れちゃって国民年金とか国民健康保険の保険料の支払いが発生するとちょっとご,ごめんなさいちょっとそこからあんまり僕はあのフリーランスーで詳しくないんですがあのこういったいろいろ年収の壁っていうのがあると思うんですけれども。 この厚生年金を今度、その、えー、厚生労働省の方が週の労働時間が20時間以上であればあのこの壁106万円、103万円、130万円の壁を問わずに厚生年金に加入することになってくると、えー、その方向で最終調整に入っているというような話が、えー、昨日出てきましてあのこれが何を意味するかっていうとその確かにその壁を外れることによって あの手取りっていうものは壁を意識しなくてよくなることによって手取りっていうものは手取りじゃないえっと働く時間っていうものは増やすことができると思うんですけれどもでそのまあ今後その年収の壁っていうのは引き上げられるんだとしたら所得税がかかるそこもあの自由に働くことはもっとできるようになると思うんですけれどもただその一方でその手取りが減ってしまうんですよね厚生年金っていうものが働くえ 年収の壁に関係なく発生してしまうとこれまで103万円以内で所得税もかからないずにあの働くことができていた人々がそ103万円以下であったとしてもこうやって厚生年金が発生してしまうので実質そのこれまで103万円稼げてたのが、えー、あす百三万円稼げてたのが、まあ、例えば厚生年金が例えば10万円だったとしたら93万円ぐらいに人りが減っちゃうというような。 えなっちゃうんですよね、えー、なのでこれ年収を問わず加入することになるということなんでまあそのその分その老後の給付金年金というかっていうものは手厚くなるということは言ってるんですけれども、まあ、保険料支払いは生じるんでそうですねこれってあの結構、まあ、実質的な増税なんじゃないかとも言われていて。 僕自身もあの話を見聞きする限りではそうなんじゃないかなと思っていてで僕自身はどう思っているかっていうとまあ、えー、税金を上げること自体に決して反対してるわけじゃないんですよ僕自身はこれはあのフリーランスだからあの税金とかのいろいろ節税とかができるからのその立場だからあなたは物が言えるとかそういう話じゃなくって やっぱりその国のことを考えたときに、今後、防衛費とかもちゃんと使っていかなければいけないですし、国民の生活とか良くしていくためだったら、税金っていうものはえ取ってしかるべきなんじゃないかと、むしろ取っていかないとえダメなんじゃないかなっていうふうに、国が成り立たなくなるんじゃないかなと思いますし、少子化っていうのも始まってますし、始まってるというか、もう、不可否的な状況になってきてるんで、今後、どんどん子どもの人数減ってきますから。 その分その税金を何かして国を維持するためには税金を上げるしかないという論法はすごい理解するところはありますなのでだから僕はあの消費税を一概に10%に上げた時とか8%に上がった時とかもそんなに反対はしてなかったんですよねなので今でもその消費税を撤廃しようとかいうような政策を打ち出している等にはちょっとあんまり共感できない部分は正直あったりはするんですけれども あのー、ただあの現役世代としてはこれはちょっと、えー、苦しい懐状況にはなってきますよね気づかないうちにステルスでどんどん、えー、税金が上がってきているっていうのはちょっと、えー、許しがたいことなんじゃないかなと、えー、僕自身は、えー、思っていて、えー、じゃあどうすればいいのかっていう話になってくるのかもしれないんですけれどもそもそも何ていうか壁っているのかなっていうような。 106万円の壁、103万円の壁、130万円の壁っていうのいるのかなっていう部分はちょっとありますよね。あの、働いたら働いた分だけ、あの、まあ、累進課税方式にして、えー、お金を払うっていうのは、えー、あってしかるべきなんじゃないかなと、えー、僕自身は、えー、思っています。あの、なんか、103万円を超えたら手取りが減っちゃうってなんか、仕組み的におかしいじゃないですか。それで、あの、働き控えが増えるっていうのはちょっとなんか、 んって思いませんかねだったら、もういつか壁みたいなものを全部撤廃しちゃって、あのー、まあ、好きなだけ働いていい。好きなだけ働いていいから、その代わり所得税と、えー、保険料は払っていただきますっていうような。えー、まあ、保険料に関しては壁は設けてもいいかもしれないですけれども、っていうような形でやっていかないと、何というかその、本当に労働市場がフレキシブルになるのかどうかっていうと、 えー、ちょっと違うんじゃないかなと、えー、思ってきてはいるんですよね。まあすみません私自身そんなにあのフリーランスで国民健康保険とか、えーまあ、国民健康保険じゃないんですけど正式に払ってるのはそういった形なんで僕自身はそのあまりちょっと、えー、詳しくはないんですけれどもまあ,あの今後その、えー、大学生とか学生さんとかが今時給がすごい僕が学生だった頃よりもめちゃくちゃ上がってるんで。 の壁っていうものに抵触してしまったりとか、えー、しまうとなんかこう働き控えというか働く意欲が失われてきてしまうので僕自身はそのあのやっぱり、まあ、大学生さんって、えー、やっぱり優秀だと思うし闇、まあ、バイトとかに走る人たちもいるんですけれどもそ相対的には僕が、えー、若い僕が大学生だった頃よりもあの頭いい子たちってどんどん増えてると思うんでそういう子たちがその全然働けないとか働けるのに働けないとか。 それえー、なんか、えー、壁のせいで働けないとかそれであの手取りあの収入が少なくて悩んでるとかっていうんだったらやっぱりそれはやはりその闇バイトとかにそれもつどうつながってきちゃうのもそれは当然だと思うんで何というかその壁っていうものを意識しない政策の在り方っていうのを、えー、むしろ私はやっていくべきなんじゃないかなと思っております。そうですすね,そのだからね万円のの壁みたいにするのもちょっと違っ んじゃ働いたのは働いた分だけ、えー、その分その、えー、支払いっていうもの発生するっていうような形にすれば働きたい人はもっと働くし働きたくない人はその中でやらくりすると思うしそれであの若い頃からちゃんとその社会保険料とか所得税とか仕組みをあの、まあ、18歳超えた頃からちゃんと分かってもらうことによってその大学を卒業した後 え専門学校を卒業した後会社員になった時にあれこんなに税金引かれるんだっていうような変なギャップとかが生まれなかったりすると思うからそういった意味でもその教育の意味でも何ていうか累進課税にしてえっていうのはありなんじゃないかなとえ私自身はえ思ってはいますね。皆さんはえどうう思ったでででしょうかえ僕自身そのあの会社員経験がそ,そこまでないので えー、あまり詳しくはないんですけれどもあの会社員やられてる方ぜひその,あの壁とかあのまあこれ,これにあの該当されるのって会社員だけじゃなくってあ会社員というよりもパートさんとかアルバイトさんとか主婦の方だと思うんですねそもそも学生さんとかでその他方々の意見とかもぜひお聞かせ願いたいですねあのあちもう一つちょっと言わせれたんですけど問題点として挙げられるのが厚生年金ってあの 自分本人が払えばいいだけじゃなくて会社も払うんですよねバイトを雇ってる企業もそれって企業にとってもめちゃくちゃ面倒くさいシステムになるんじゃないかなと思いましたその厚生年期に収入に関係なく加入させるっていうのはすごい事務的コストもかかるしそれ誰がやるんだって話になりますよね大量のバイトを雇ってるような会社だったりするとそれによってその じゃあもう一層雇わないですみたいな話になっちゃったりもするかもしれないし正社、あのーまあ、員のリストランも進むかもしれないし何、えー、というかその、まあ、これが起こることによって何が起こるかっていうとその日本ってそのちゃんとした雇用システムが守られてるのがいい意味でも悪い意味でも魅力だったと思うんですけれどもで例えば他の国とかいうと、まあ、税金が高い国とかあんまりちょっと社会的に。社会的にあの 労働環境が成熟していない国だとするとあの、アンダーテーブル、アンダー,アンダーテーブルペイメント、えー、っていう形で、そのよく言うあの、お手伝いみたいな、えー、お母さんのお手伝いをしたからいくらもらうみたいなのがあるじゃないですか、ちっちゃい頃、えー、あれの、すごいでかくなった版っていうのが横行してるんで、GDP は、表向きの GDP はこれだけど、実質的な DP は,その G DP は、GDP はア,アンダーテーブルペイメントを入れるとあの、もっと高いみたいな国がたくさんあったりはするんですよね。 っていうような形で、その、あの現金取っ払い方式とか、えー、そういったのがどんどん増えてっちゃう可能性もあったりしますよね。なんか口約束で、いや、これには税金かからないからみたいな形で、ポッと個人的に渡すみたいな、そういってその、ちゃんとした労働システムの構築ができなくなってしまうというような形にもなってこないかなって私自身は思っていて、それがあの厚生年金を、えー、全員に加入させることによって起こる、その、 人務的コストの増大、それに伴うバイトの雇い控え、それに伴う、えー、なというか、その、表に向きではない支払い方法の増加っていうの形にもなってくるんじゃないかなと私自身はちょっと危惧している部分があります。えー、皆さんもこのあたりに関してもいろいろご意見あると思いますので、ぜひともお,にお聞かせ願えればと思っております。えー、この動画をご覧いただきましてありがとうございました。もしこの動画が良いと思った方は、高評価、並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。